ビリヒハイムはドイツビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡に属すマチソン。ビリヒハイムはオーデンバルト州辺部モースバッハの東約1 2トルのバウラント地方にある。石灰室の土地をシェフレンツ川が流れる流域にあたる。隣接する市町村は東から時計回りにロイックハイム、メックミュールのビデーナウ、グンデルスハイム、ネッカー・チンメルン。 モースバッハ、エルツタール、シェフレンツである。この町は、アルフェルト、ビリヒハイム、カッツェンタール、ズルツバッハ、バルトミュールバッハの各地区からなる。この町は、市町村再編の時代に、アルフェルト、ビリヒハイム、カッツェンタール、ズルツバッハ、バルトミュールバッハが合併して成立した。ビュルツブルグ市ハインリヒがビリヒハイムに、 はじめは、クロスター・ブリークムと記載されている、ベネディクト会修道院を設けたのは1000年頃に、遡る。村は、おそらく、フランケンの土豪であるブリング家によって、もっと以前に創設されたと考えられる。1238年にこの修道院は、死闘派女子修道会の女子修道院となり、13世紀に、領主権を失うまで繁栄した。1361年に、 村と修道院は、マインズ選定工領となり、ケラーライ・アルフェルトの管理下に置かれた。1462年に、旧中白、ルートビヒフォンツバイブリュッケンに包囲され、攻撃を受けた。司令官、ケックハンスフォン原民ン,ン,ンの下、この村は、防衛に成功し、攻撃側が打撃を受けた。16世紀のドイツ農民戦争や、宗教改革で、修道院は衰退し、 1584年に、マインツ大司教ボルフガンブフォンダルベルクによって、廃止された。アルフェルトのケラーライの管理は、同時にビリヒハイムの農場管理者でもあった。1700年頃にアルフェルト・ケラーライはその本部を、ビリヒハイムに移転した。帝国代表社会議主要決議により、1803年に、ケラーライ・ビリヒハイムは、ライ人間・ビリヒハイム博として、ライ人間家の所領となった。 この白は1803年村に城を築いたが、この城は1902年に火事に愛言損しない。1806年のライン同盟結成以降、ビリヒハイムはバーデン大公領に属した。この町はアムトモースバッハ、1836年からはモースバッハ軍に属した。1973年にこの軍が廃止され、ネッカオーデンバルト軍の所属となった。 ビリヒハイムとこれに含まれる地区は、歴史的に、マインツ選定校あるいは、ドイツ騎士団の所領であった場所で、ローマカトリック教会が優勢である。現在では、プロテスタントの教会組織も町にある。ビリヒハイムの、町役場ビリヒハイムの議会は20議席からなる。上下に分割。上部は青字で、金の死郷杖と金のクローバーの歯型飾りのついた。 総司教十字が斜めに交差している。どちらにも銀の布がかけられている。下部は銀字に八本スポークの輪。司教図へと十字家の一生は、かつてビリヒハイムにあった女子修道院を、和は1803年から統治権を有したマインズ、剪定校を示している。1965年までは、オーバーシェフレンツまでのシェフレンツタール鉄道がこの町を通っていた。 セーミヒャイル教区教会ビリヒハイムの中心部にカトリックの教区教会であるセーミヒャイル教会がある。この教会は12世紀にビリヒハイム修道院の修道院教会として建設された。1584年の修道院閉鎖後に残された修道院教会は放置されていた。1971年から75年に教会は新築され拡張工事や 塔の増築を経て、現在の姿に拡大された。長堂のオー木材でできた屋根組は12世紀のもので、大変に貴重なものである。セーミヒアイル教区協会の近くに、事務所建築、レミセがある。この建物は、解体された修道院の石材を使って1625年に建設された建物で、1970年代から幼稚園として使われている。レミセには、 大司教ヨハン・シュバイクハルト・フォン・クロンベルクの文章が掲げられている。特徴的な章灯を持つ旧学校県庁役場は1838年に建設された。町には多くの歴史的な農家やキリスト像が残されている。アルコ広場にはゴシック様式の旧教区教会のアップスが残されている。この場所には9世紀または10世紀にはすでに木造の礼拝堂があり、 大天使ミカエルが建て祀られていた。ここには町の墓地もあった。礼拝堂は11世紀または12世紀に火災で消失した。13世紀にその後継としてゴシック様式の聖ミヒャエル教区教会が建設された。この教会堂は修道院が閉鎖されるまで教区教会として用いられていた。修道院教会が教区教会として用いられるようになると、 この古い建物は、まず墓地礼拝堂として用いられた。この広場の名前は、広場を設けた来人間ビリヒハイム博夫人、ガブリエレフォン、来人間の旧姓アルコにちなんだものである。ありがとうございます。